ロシアの教育、ロシアの教育として、この項目では、ロシアの教育を解説する。ロシアの教育はロシア教育、科学省が所管している。義務教育は11年間で4から5から2世である。学期は9月から始まり、4学期制で、秋、冬、春、夏の休みがある。初等、中等学校は、モスクワ市内だけでも、約1500あるが、 固有の公明といったものはなく、大千五百学校のように番号で名付けられている。生徒人数は、ロシア国内で、約1、800万人以上である。私立学校に通うのは、修学前教育で1%、初等教育で0.5%、大学レベルで17%ほど。ロシアの教育は、子供によく勉強させることが特徴である。 基礎知識を教えるだけでなく、創造性を伸ばすために、自分で考えるプログラムも多く、生徒の自主性を尊重する選択科目制が導入されいる。ロシアの教育に関する基本法は、連邦法、ロシア連邦における教育について2012年12月29日付、第273回 Z である。2013年9月1日発行、全11条。 改定が何度かされている。旧基本法は、ロシア連邦法。教育について1992年7月10日付、第3266から1である。全58条。ロシア連邦憲法の教育に関する条文は、第43条などがある。親の教育義務は、第38条。第2項。教育システムは、教育の基本法。 連邦法第273回 Z2013 年9月1日発行第10条教育システムの構造で定めている。その第10条の中では教育を大きく4つに分け、それぞれをさらに細分している。それらを整理すると次のようになる。なお、対応する教育機関の種類や具体的な点については基本法にはないが説明として補足した。 教育目的に応じた形態が取られることがあり、細かな実態はこれより複雑である。夏休み前に卒業する関係で、4年の年限を、ロシアの資料では3年10ヶ月などとすることがある。連邦国家教育スタンダードにより、普通教育と専門教育、専門分野ごとの基本教育内容が定められている。以前の制度にあった初等専門教育、 専門立位などが相当はなくなっている。高等専門教育は高等教育となり、大学院にあたる大学後専門教育、高等後期専門教育は高等教育の一つとな。ロシアの初等、基本普通教育は大学進学前の中等普通教育を含めた11年生の主校らと呼ばれる学校で行われる。 子供は6歳あるいは7歳から学校に入学する。入学する9月1日に6歳6ヶ月い学年が終わる頃、5月末から6月頃。この教育段階のほとんどの学校は、国立ではなく公立であるの多くは、教学で、ほどの生徒数で授業が行われる。また、国立学校の場合授業料は無料である。私立は有料。義務ナジア、ギムナジウムと、 立イと呼ばれる学校では、専門科目や義務教育プログラムより、多くの選択科目、例えば、論理学を含んだ教育を受けられ、教育のレベルが高く、一般の学校よりも入学するための競争率が高い。ギムナージアでは、人文、社会科学の科目、立位では、自然、技術科目に力を入れている。また、2006年より、新しい初等、 中等教育基準が正式に導入される予定で、現在は新制度への移行段階にある。従来は、第4学年から第1外国語、A、独、仏、西の4カ国語から選択の授業が始めれていたが、新制度では、第2学年からの開始に統一される予定で、すでに第2学年からの外国語教育を開始している、学校も多い。第1外国語の学習は必須である。 第二外国語は各学校の採用により設置され、第五学年から開始される。その他、ファクリタチフと呼ばれる選択科目としての外国語の授業が行われている。このファクリタチフは日本の選択科目より自由な性質を持つものであり、評価や履修の記録は成績表に特に残されないことも多い。選択科目として設置される外国語のうち、 東洋系の言語は日本語もしくは中国語の場合が多い。夏休みは6月、7月、8月の3ヶ月。しかし、長い分、宿題の量ももちろん多い。中等普通教育とは、3A レベルの高等教育進学準備過程であり、2年間の教育が行われる。卒業試験は、統一国家試験制度が導入された。 この成績が一定の大学の入学の手続きで認められて、これが高い場合、このまま入学できる。ただ、実際には、一流大学では、統一国家試験の成績がほとんど考慮に入れられず、この大学の特別入学試験でしか入学できない。中等専門教育機関には、一般学校で9年間の初等、基本普通教育、2A レベルを終えた生徒が、主に入学し、 技能により3から4年程度学習する。大学より、会の専門職になるが、広範な分野の教育が行われる。看護師、保育士、図書館員、地下鉄の機関士等が、中等専門教育機関修了者である。専門学校の教育プログラムには普通、一般学校の10年生と11年生が学んでいる科目と、専門科目が並行して入っている。 中等専門教育を受けた後、その分野の大学に入る者も,も多く、大学入学の際に有利になることがある。各種の大学がこれに当たる。修行年限は通常4年かそれ以上で学士を取得する。5年間修学のところは専門家の場合もある。高等教育での学生の数は約586万人である。2004年、現在、モスクワには 約85の高等教育機関が存在しており、などが有名である。これらほとんどが国立大学である。高等教育は財政難より有料化しつつある。だが、有料コース、約1000から6000ドル、ガツと無料コースがあり、受験生は自由に選択できる、無料コースは有料コースに比べ競争率が高い。また、社会人のための有料の通信。 夜間家庭も充実している。大学入学の条件は、中等一般教育あるいは中等専門教育の終了である。普通は6月に入学募集があり、大学受験生が各大学に組織化される入学委員会に一定の書類を提出する。7月と場合によって8月には入学試験が行われる。先行に関わらず、 1> 第1学年から第3学年の間、第1外国語の履修が義務付けられている。言語学、文学、翻訳、通訳論、国際関係論、世界経済などを先行とする場合は、第2外国語、時には第3外国語の履修が義務付けられる。ロシア教育、科学省の定めにより、一般科目としての第1外国語は、A、独、仏、 西の4カ国語から選ばなくてはならない。ロシアでは、音楽、美術、芸術学校は、国立が多い。サンクトペテルブルクの場合、音楽学校は30以上、美術学校は20以上、音楽、美術、工芸科などがある、芸術学校が30以上あり、約90校が一つの都市にある。教育費は有料だが、中流家庭にも、十分に払える額である。 学校によって異なるが、4から10歳で入学し、音楽学校は7から8年、美術学校は4から6年教育を受けた後、さらに高等教育を受ける。日本語を教える学校は、モスクワには9校、モスクワ州には2校、サンクトペテルブルク市には3校、ニジニノブゴロド市には2校、エカテリンブルク市には5校、イルクーツク市には3校、ノボシビルスク市には5校、 ハバルフスク市には1校、ウラジオストク市には3校がある。1998年から毎年日本国大使館主催により、モスクワとウラジオストク、サンクトペテルブルク、ペルミ、アストラハンで日本語能力試験が行われている。日本人日本語教師のいる学校では日本で作られた教科書が使用されることが多い。近年はロシア人教師の著作による 初等、中等教育向けの日本語教科書も出版されるようになっているが、依然として、日本で作られた教材への需要は高く、国際交流基金の日本語教材寄贈プログラム等への期待が高い。教師が毎日、子供たち一人一人の授業態度や理解度などを成績ノートに書き込む。ロシアの初等、中等教育では五段階評価システムが用いられており、 3以上が合格、1や2を取った子供は親に怒られるのを怖がって、よく成績ノートをなくす、という。しかし、1がつくことは、全くないと言っても良いので、最低の成績のことは俗に、do we が2の砕けたこと方と呼ばれる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。